アルビレックスタイムスキックオフ。今回のアルビレックスタイムスは、大分トリニータから期限付き移籍で加入したゴールキーパー小島良介選手をピックアップ。新潟への移籍、そこに迷いはなかったといいます。今年から外国人の監督になって、スペイン人なので戦術もありますし、ボールを保持して攻めていくっていうサッカーが好まれるんで、僕自身もそういったスタイル好きですし、そのスタイルに自分も合うと思いましたし、必要としてくれたので自分の中では決めました。2020明治安田生命 J2 リーグは2月23日に開幕。ザスパクサツ群馬戦では先発出場を果たし、完封勝利に貢献。しかしその後リーグ戦は中断。小島選手はその期間での手術を決断しました。今年の1月からもう痛みが出てて、症状も出てたんですけど、手術するっていうところまでは行ってなかったんですね。で、自粛明けて練習再開した時に、痛みがその1月からのとまた違ってより増して、でそこで病院に行った時に、タイミング的にもまだ再開1ヶ月あるから、手術っていうところも考えには入れといた方がいいっていう話をされて、その話をされた瞬間に僕はすぐ手術したいっていうふうに言って、で手術した形なんですけど、本当に痛いままやるよりかは、しっかり治して復帰してサッカーしたいなっていう気持ちが強かったんで、もうそこはすぐ決断しましたね。いや、焦りはなかったです。もう本当に早く治したいっていう気持ちが強かったです。ただ手術が初めてだったんで、めっちゃ緊張しました。そして8月12日、第11節ホームレノファ山口戦で復帰。2対1で勝利を収めます。復帰するまでの間、自分の性格が自分を支える一つの要因であったといいます。もう思考が結構ポジティブなんで、何かミスした時も、落ち込みますけど、もうその日だけとか、次からはもうすぐ切り替えるようになりますし、もう細かいミスというか、そういったものはほとんど気にしないですね。そのネガティブな思考をずっと持っていたら、次のパフォーマンスにも影響してくると思うんで、それだけは僕避けたいと思ってるんで、もう落ち込むときはその日その時間だけっていうのは決めてやってます。山口戦で復帰後、第30節東京ヴェルディ戦まで20試合連続先発出場。その間にチームはどのように変化を続けてきたのでしょうか。今はやっぱり自分たちが主導権を持ってゲームを支配するっていうところに変わってきてると思うので、僕自身もそういった展開っていうのはすごく好きですし、見てる人もやっぱり自分たちが攻めてる時間が長ければ長いほど楽しみも増えると思いますし、なので選手もサポーターもお互いがすごくいい雰囲気でサッカーをやれてるのかなっていうのは思います。後ろから見せてもやっぱ自分たちのチームが主導権持ってボール動かしているのを見るとやっぱ楽しいですし、自分もそこに関わりたいっていう気持ちが強いですし、なので後ろから見せて本当に充実感っていうのをゲームの中でも持てていると思います。ただやっぱり連戦ってなってくると、多少練習メニューっていうところも制限されるので、今年このコロナの状況じゃなければよりもっと深いトレーニングっていうのも数をやれたと思うので、そういった面ではやっぱりこの状況じゃない時も経験したいなっていうのは思いますね。高いボール支配率を保ちながら相手ゴールへと向かう攻撃のスタイル、その第一歩がゴールキーパーからのビルドアップで始まることが多い今シーズン。何を意識しながらプレーをしているのでしょうか。一番大事なのはやっぱり相手の
そのベクトルっていうところをやっぱ見ないといけなくて、相手がどこに対してプレスをかけに来るのかとか、どこをはめに来るのかっていうのをイメージして、やっぱそのプレスを回避できるようなところに配球したりっていうのは意識してます。ただ全然満足してないんで、サッカー始めて満足したことないんですよね、一回も。常にこう自分に足りないものを考えて行動したいんで、現代サッカーにおいて攻撃っていうところはかなり重要になるので、キック力を上げたりとかキック精度を上げるっていうところをまだまだ満足いってないんで、まあ、まだまだですね。蹴り込むことが一番大事だと思いますし、あとは蹴るキックの質をやっぱ何個か持っとかないと、状況によって使えないキックっていうのもあると思うんで、そういった選択肢を増やすためにやっぱり練習で蹴り込むことっていうのが大事だと思います。そしてやはり最後の砦としての役割を全うするためにも、トレーニングが何より欠かせないといいます。そんなにこう考えたりする時間っていうのはないので、もう体が反射的にやっぱ動いてしまうんですよね。でもその反射的に動かすためにはやっぱ練習で同じようなシチュエーションの練習をしてないと動かないんで、やっぱ練習が一番大事だと思います。まあ、細かいステップの動きが多いので、俊敏な動きっていうところは身につくと思いますし、ゴールキーパーが俊敏な動きをすれば、あの味方の選手もだいぶ助かるシーンっていうのは多いと思うんで、ディフェンスの背後のカバーをしたりだとか、あとはまあ何気ないシュートもステップ踏んで正面で弾くんじゃなくてキャッチできたりとかっていうのは大事になると思うんで、そういったシーンにはつながってるかなと思ってます。もう1対1とか決定的な場面になるときは、どれだけ自分の前に持っていけるかっていうのがすごく大事で、そのためにはまず準備の質で、ポジショニング、左右前後のポジショニングがどこが最も最適なのかっていうのを把握しておかなければいけないですし、あと駆け引きのところで、まあ、相手が少しでもトラップだったりドリブルが大きくなった瞬間に自分の前に持ってくるようにアプローチかけて、距離を縮めてシュートコースを限定させるっていうところはできると思うんで、まあ、本当に自分がこう自動的じゃなくてアクションを起こす側になって対応することが一番大事かなと思ってます。例えば普通のシュートを打たれた際にキャッチするのか弾くのかっていうのは、まずボールスピードだったりボールの回転を見て判断するんですけど、やっぱボールスピードが速かった場合はキャッチが難しいんで弾くっていう判断に変えたりだとか、あとはボールの質っていうところで言えば、無回転のブレるようなボールっていうのはキャッチしに行ったらファンブルする可能性があるので弾きに行ったりとか、であとはそのクロスボールの対応の時にキャッチするのかパンチングするのかっていう見分け方としては、自分がそのクロスボールに対して出る際に自分がフリーであればキャッチするべきなんですけど、相手が勢いよく持って空中で自分と相手が当たる可能性があるっていうのを判断した時にはパンチングで逃げる必要があって、それはなぜかというとキャッチした際に相手と接触してファンブルを起こすっていう可能性もあり得るので弾くっていう判断をしたりしてます。なので技術プラス判断っていうところがかなり重要になります。やっぱり一番はゴールを守れなければチームには貢献できないので、決定的なシーンを止めることが一番自分にとってはキーパーをやってて嬉しいんで、そこが一番ゴールキーパーの楽しいところかなと思います。それではゴールキーパーとして今求められていることは何ですか？やっぱ攻守両面重要なんで、決定的なシーンを止めることもそうですし、まあ、今のアルビレックス新潟のスタイルを考えればゴールキーパーもしっかりビルドアップに関わって有効的な攻撃をするっていうところが重要なので、両面求められていると思います。ちなみに理想とするゴールキーパーはいますか？ゴールキーパー始めた時からブッフォン選手が好き で、ブッフォン選手の好きなとこ一番どこかって言われたら、あの存在感とか仲間からの信頼感とか、あとはその安定感っていうところがすごく
あのキーパーをやってて参考になるなってすごく思ってて、そこをもっと出していきたいなっていう意味も込めてブッフォン選手はずっと憧れです。亀田の柿の種はおやつ？それともおつまみ？おやつ！主食！まあ米は米か。おやつ？おつまみ？それとも何なの？何でもいいわよ。亀田の柿の種はおやつ？それともおつまみ？おやつ！主食！まあ米は米か。おやつ？おつまみ？それとも何なの？何でもいいわよ。第33節、ジュビロ磐田戦を終えて21試合に出場している小島良介選手、その中で印象に残っている試合はどれですか？なんかズバ抜けてこれっていうのはあんまないかもしれないですけど、でもやっぱなんか俺印象で強いのはやっぱ開幕戦ですかね。まあ、内容的には今の方がいいと思うんですけど、やっぱ開幕戦っていうこともあってプレッシャーもいろいろあったと思うんですけど、その中でも全員の力で3点取って全員の力で守りきって無失点できたっていうところはすごく印象深いなと思います。あとはやっぱりサポーターが後押ししてくれたっていうのはすごく印象的 でアウェーであれだけ多くのサポーターが駆けつけてくれて本当にパワーになりましたし、なので僕の中でやっぱりあの試合が一番印象に残ってます。ベストプレー、ベストプレーはやっぱ長崎戦で1対1を止めて、でその後にもシュート来たんですけど指先で触ってっていうシーンがあって、そのシーンはやっぱ連続して自分の力で守ることができましたし、やっぱ連続して守れるっていうのがすごく大事で、やっぱ1回っていうのは守れるシーンっていうのは多いと思うんですけど、やっぱその短い時間の中での集中力っていうのはかなり試合では、表現できたのかなと思ってます。さらに高みを目指していくためにゴールキーパーに欠かせないことは何ですか？やっぱ守備範囲の能力ですかね。守備範囲が広ければ広いほどチームへの貢献度は高いと思います。まあ、今の現代サッカーでハイラインっていうのもあって、味方の最終ラインがかなり高いんで、そこの背後のスペースに相手がロングボールを出した際に自分が出て手ではなく足で処理するっていうシーンも増えますし、なんでやっぱそういったところまでカバーできる方のが味方としても楽ですし、より守備もコンパクトにできるのでチームとしてはもうプラスでしかないですね。新潟に移籍してからも日々挑んでいる2020シーズン、開幕前からその目標は現在まで変わっていないといいます。リーグ最小失点というところを目指してて、まあ、今その失点数のところで言えば全然上にいないので、その目標というのは結構厳しいところにはあるんですけど、個人としてもやっぱ失点数っていうのはもっと減らしたいですし、クリーンシートの試合を増やしてやっぱ自分の価値っていうところも高まってくると思うんで、やっぱ失点しないことは一つ心の中に持って臨みたいなと思ってます。サポーターの皆さん、いつも応援ありがとうございます。残り試合も少なくなってきましたが、個人として失点を少なくできるように貢献したいと思いますし、皆さんに勝利を届けられるように全力で戦いたいと思います。引き続きよろしくお願いします。